はい、というわけで皆さんこんにちは。ここは今松坂駅にいるんですけれども、今回ですね、結構ちょっと緩い動画なんですけれども、こう松坂から賢島まで近鉄の鈍行列車でね、移動していきたいと思います。っていうのも今近鉄の3日間フリー切符っていう、こういう切符があるんですけどね、これを使ってるんですけれども、3000円で3日間乗り放題で、1日あたり1000円で近鉄全線の、普通列車、特急券払えば、特急列車も乗ることができるんですけれども、せっかくねこのお得な切符使ってるんで、今回は、普通列車鈍行列車だけでね、移動していきたいと思います。結構有名な動画ということで、今回もよろしくお願いします。前にも言ったかもしれないですけど、松坂といえばやっぱり松坂牛ですよね。でもまだ本場の松坂牛食べたことないんですよね。今日もちょっと時間がないんで、ちょっと食べれそうにないんですけれども、なんかね、駅弁があればなんか買っていこうかなと思ってます。ちなみに松坂駅は一応 JR と近鉄の共同駅になってるんですよね。改札も一緒になってます。一応乗り場案内があるんですけど、近鉄は一番左端っこなんですよね。手前が JR ってことで、これ名勝線、この間乗ったやつですよね。以前動画で紹介してるんでね、気になる方はぜひチェックしてみてください。これから乗っていくのがですね、12時11分発の普通鳥羽行きですね。これに乗ってとりあえず鳥羽まで向かっていきます。一応ね、宇治山田駅までが山田線 で宇治山田から先が鳥羽線みたいですね。名古屋行きの特急がやってきましたね。名古屋と伊勢を結ぶ特急のことを名医特急って言うんですよね。鳥羽行きの普通列車やってきましたね。これに乗っていきます。いや、2両編成ですよ。お乗り換えください。早速乗っていきましょう。
Station Butler, M78. This is the final stop for this train.はい、というわけで、ね、鳥羽駅に到着しました。ここからですね、近鉄の末端区間島線に入っていきます。次はね、普通賢島行きに乗っていくんですけれども、接続時間がね30分ぐらい待たないといけないということで、ちょっとしばらく列車到着する前に待ちたいと思います。ちょっと接続時間まで時間があるんで、ちょっと駅の外出てみました。こんな感じになってます。手前が線路で、これ何なんですかね、これ銅像があって、あっちが鳥羽マルシェ で向こうの方にね海が見えるんですよ。はい、こんな感じになってます。これはすごいな、駅構内にこうやって景色を楽しめる場所があるみたいです。別に向こうまで行かなくてもここでも全然いいですよね。これトバ駅ってね、一応こんな風になってまして、一番右側が JR なんですよね。あれは JR の三宮線ですね。あの快速三重とかこの鳥羽駅まで来るんですよね。でこの左側が今いるところが近鉄のホームになります。あ、乗るやつやってきたわ。普通賢島行き、あれに乗っていきます。あ、ちょうどいいとこに来た。あ、また2両編成ですよ。まあ、末端区間なんでしゃーないですよね。これに乗っていきます。左側の扉が開きます。
はい、というわけで終点の賢島駅に到着しました。今回松坂から賢島まで近鉄の普通列車で移動してきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、今回近鉄のフリーキップ使ってるんでね、まあ、なんて言いますかね、なんか自分のなんか考えなんですけども、せっかくまあお得な切符使ってるということで、とことん節約してね移動していくっていうのが、このフリーキップの使い道というか醍醐味なんじゃないかなと個人的には思うので、まあ、特急でも普通列車でもね、まあ、あの 時間差はあるんですけれども、まあ見える景色っていうのは一緒なんで、普通列車の移動も楽しいと思いますんで、皆さんもねぜひやってみてください。じゃ今回結構緩い動画やったんですけれども、松坂から賢島まで近鉄の普通列車で移動してきたということで、動画この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。